東京大学2年外野手の酒井優です。セールスポイントはコンパクトなバッティングです。よろしくお願いします。1年通して頑張ってきたことの成果が、ジャパンの首脳陣の方々に認めてもらえて、そこは素直に嬉しいと思っています。率直にお話しすると、自分の野球のレベルとは、周りの選手、少しレベルの差を感じました。自分の力不足というか、そういったところを認識させられる合宿になりました。同じ外野手で、大正大の渡辺選手のプレーは、本当にすごかったというか、バッティングでも、スイングスピードだったり、コンタクトがちょっと周りとは違って、レベルが少し違う感じを受けました。私はその野球をやるために東大に入学したというか、6大学リーグの中で、東大が唯一、国立大学で、やっているということで、自分も神宮の舞台で野球がしたいという思いで、東京大学を受験しました。172センチ76キロです。出塁率は他の選手に負けないと思っています。とにかくバッティングではコンパクトなバッティングと、あとは選球眼だったり、カウントが悪くなった時に、いかに粘れるかっていう、そういった部分を、普段練習しています。それも私が大体中学生だった時に、東京大学の先輩の宮台選手がドラフトにかかって、宮台さんの、活躍は6大学のリーグ戦でも見ていましたし、そういった選手が実際にドラフトにかかって、東大からそういう道もあるんだというその、影響を受けて、そこから少し意識するようになってきました。同じリーグの左バッターはすごい参考にすることが多くて、今日いらっしゃった立教の菅谷選手もそうですし、宗山選手とか、明治の飯森選手が、そうですね、同じリーグの左バッターはすごい参考にしています。自分が一番そのバッティングフォームその綺麗だなと思うのはやっぱりイチロー選手で、自分もそういう部分の影響は受けています。6秒08でした。100m です、ベンチプレス90です。意識しているのは早稲田の一番の尾瀬くんは、同学年で、自分とその、背格好も似てて、でバッティングのスタイルもなんとなく似てて、そういった部分ですごい参考にしてるし、負けたくないなという思いはあります。やっぱり合宿の中では自分の力不足がすごい、感じさせられる合宿になったので、これから冬春を越えて、これから、ここにいた選手をみんな抜かしてやるという気持ちで、練習に励んでいこうと思います。